夏の雫、流星、聴いてもらいました。ありがとう。次の歌、ちょっと懐かしい歌です。今ちょっとこう季節にまつわる歌が続きましたけれども、次はですね、夢という一文字を掲げて作った歌です。この歌を作った当時、僕たちはラジオ番組をレギュラーでやっていて、毎週のようにこうリスナーの人と会話する、ファックスやメールやね、質問とか相談とか、逆に僕たちからこう質問してみたことがあって、みんなにとっての夢っていうのは何ですかと、夢と聞いて何を思いますかっていうふうにこう質問したんですね。僕らも組んで、それから2人で歌を歌うようになって、路上でまだ全然人が集まらないけど歌い始める。要するに人が集まってから歌ってじゃあね、間に合わないんですね。誰もいなくても歌ってて、初めて人が一人立ち止まってくれて、その人を見て誰かが立ち止まってっていうふうに、つまり始まりはお客さんはいつもどこに行ってもゼロから始める、まあ、そんなふうにして音楽の夢を追いかけていくんですけれども、時に全然お客さんが集まらない、少し小雨になってきたけども続けよう、やる、周りのストリートミュージシャンは全部帰っていくんですけど、なんか僕たちはやめれなくて、少しもう雨も強くなってきたけど歌い始めたばっかり、その歌を最後まで歌い続ける、もう雨で目が開けられないんですけどね。そうするとね、人が立ち止まってくれたりしてるんですよ。そういうこう何とも言えないような気持ちを何十回何百回と夢を追いかける時に味わったので、絶対に迷うし立ち止まるし葛藤もする、そんなのを経験してきたからこそみんなに聞いてみたかった。そうするとそのファックスやメールは本当に真実が書いてあって、もう今は少し夢という言葉は聞きたくないですっていう、僕たちよりもこう年がね10も20も上の人もいました。もう捨てたかな、忘れたかなっていう人も、または来週の試合が僕にとっての人生の夢です、絶対入賞したいっていう、まあ本当にピュアな言葉も山のようにありましたけど、その全てからいろいろなエッセンスをもらってこの歌詞を作ったんですよね。そこに僕たちも足してメロディーをつけました。もともと音楽は好きでしたけど、僕なんかは一時期絵が好きで漫画家になれるんじゃないかと思って、小学校時代なんかはもう夢中で絵を描いて、いざ漫画描こうと思ったら何にもストーリーが浮かばない自分にぶち当たって、あ、こんなもんか、こんな難しいんだ、そこで僕は漫画というか絵の夢は実はやめたんですね。黒田は野球少年で、もう小学校中学校も高校と野球しかしてなかったぐらいの人間だったんですけど、やがて少し肘を痛めた時に、もうその先に自分が目指す大きな大きなその野球という夢は、まあ、きっと絶たれたんだと思うんですね。その後あんまり僕に野球の話をすることはありませんでしたけど、時に高校野球なんかのテーマソングをやる時なんかは僕もちょっとこう嬉しくてね、あ、音楽でまたこうして野球と触れてる黒田を見れるんだ、お互いにとってそういう一回諦めた夢がお互いあるからこそ、音楽をやろうってスタートして始めた時のその気持ちが強くて、今もそのバネでずっと走ってきてるような気がするんです。だからみんなも夢をこうゴールする時、大事なんですけどね、目標じゃなくて、よしやるぞって言ってスタートして始める時の気持ちを絶対に忘れないで、何回だって始めれるんですから、そんな気持ちで作った歌です。聴いてください、スターティングライン。与えられた弱みで勝てる。